さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。寒い、寒くなってきた。布団から出たくない。大丈夫、わかってるよ。視聴者のみんな、みんなだって同じ気持ちなんだろ。でも声を大にして言えないんだろ。だから僕が言ってあげるよ。布団大好き、ベッド大好き、朝はここから出たくない。布団大好き、ベッド大好き、朝はここ。ついこの間までは私を頼ってくれていたのに。翔太くん、今日はいつもと違って早く出ないと遅刻しちゃうわよって。あら、やけに元気じゃない。ダンスの練習でもしてるの？どうやら朝から地獄に落とされたいみたいね。別にこの先端をお尻に突っ込んでもいいのよ。おう、エクスタシー。はいはい、起きればいいんでしょ。起きれば。なんか今日はいつもよりせかしてるじゃん。どうしたの？外に出ればわかるわ。翔太くん、ここで説明したらまただだこねて寝ちゃいそうだから。何？外でなんかやってんの？別に雪とか降ってなさそうだけど。そのうちすぐにわかるわよ。いつも通りの道を通ってみて。通行禁止？これどういうこと？ごめんね、お祭りの設営でしばらくここが通行禁止になってるの。ほら、あそこお祭りの会場になってるでしょ。終わるまではしばらくここは通れないわ。じゃあわざわざ遠回りして学校行かないといけないの？だから説明したくなかったのよ。翔太くん絶対家から出たがらないだろうなと思って。はあ、そういうことか。わかりました。そしたら塾の方向から行くか。私は少しでも長く翔太くんと一緒に登校できるようになって嬉しいわよって。ねえ、なんで人が喋ってんの？チリンチリン鳴らしてんのよ。弾取ったのか？我ひーみみおちゃん、ヤクザ。結局ちょっと遅れちゃったね。すみません、遅刻しました。いいのよ、仕方ないわ。急に通行止めになったら遅刻もしちゃうわよね。さあ早く席について。先生、お祭り準備中、学校お休みにしてください。みんなの気持ちもわかるけど、みんなだってお祭り好きでしょ。だから準備のお手伝いをしてると思って我慢してね。そんなの知らないよ。それだったらお祭りタダにして。タダでさえ学校くんのダリーのに。私たち関係ないもん。ああ、もううるさいわな、あんたたち。ごちゃ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 。大人になったらね、通勤電車乗ってみなさい。人身事故とかで勝手に電車止まってんのよ。それでも遅れたら謝らないといけないの、わかる？この理不尽さ。幸子先生、最近なんか本性出てきて結構俺好きだな。すみませんね、おまわりさん。毎年毎年この時期になると交通規制のお手伝いをしていただいて。いえいえ、仕方がないことですよ。楽しみにしてる人もたくさんいますからね。まあでもその分困る人も出てくるっていうのは、本当に平等に楽しむには難しいですよね。どこのお祭りも交通規制に関しては頭を抱えてますよ。ですね、何かをするには何かを犠牲にしないといけないってことか。おい、のべ、なんか揉めてんじゃねえだろうな。おまわりさん、お願い、ここ通してくれない？そしたら何でも言うこと聞いてあげるから。先輩、通していいすか？ダメに決まってんだろ。それに一回通ったら絶対ここに戻ってこないぞ。ほら、さっさと車どけてください。通行禁止の看板見えてるでしょ。みんながルールを守ってくれてるから毎年お祭りを開催できてるんですよ。そんなお祭りより夜のお祭りの方がいいんじゃない？先輩、俺自分の打ち上げ花火を。はい、ダメ、笑ったからここ使うな。うわ、なんだ、うるせえな。今度はあっちかよ。どうした麦田、なんかあったのか？先輩、この人何回も言ってるのに突っ込んでこようとするんですよ。ちょっと、看板見えてないんですか？左折してください。そこに矢印マークあるでしょう。ったく、だんまりかよ。ずっとクラクション鳴らしやがって。今から大事な取引先と商談があるんだ。ここを通らないと遅刻するだろうが。そうは言われても、前からここは交通規制があるって前もって案内もしてるんですよ。とにかくここは通ったらダメ。わかりました。勝手に通ったら犯罪ですからね、犯罪。ふ、もういい、勝手にしろ。何がお祭りだ。子供が喜ぶだけで俺たち大人は何にもいいことがないじゃないか。
すみません先輩、手を煩わせてしまって。なに気にすんな、麦田優しすぎんだよ。少しぐらいビシッと言ってあげないと。警察は少しぐらい恨まれんのも仕事のうちの一つだからな。ああここも通行禁止なんだ。ほんと僕の家からは行きにくくなっちゃったな。ちっ、ふざけやがって。仕方がない、ここでスピード違反しても警察に文句言ってやる。みんな危ない。そんな、みんなしっかりして起きて。みんな大変だ麦田、早く救急車呼べ。わかりました。違うんだ、後ろに子供がいるなんて気づかなかったんだ。本当だ、俺は悪くない。もう少しで救急車が来るから、みんな頑張れ。頼む、みんな無事でいてくれ。俺の目の前でみんなが死んじゃうなんてやだよ。君がお友達かね、面会して大丈夫だよ。え、もう会えるんですか、ミオちゃん。みんな、え、マジびっくりしたよな。ほんと死んじゃうかと思ったよ。私もいきなりのことで頭が真っ白だったわ。みんな少しの間気絶してたらしいよ。おい、みんな大丈夫なの？だって車にひかれてたよ。お医者さん曰くランドセルがクッション代わりになってたんだって。ランドセルは私たちを守る役目もしてたってわけね。それより翔太くん、聞こえてたわよ、泣きながら叫んでたの。ごめんね、私たちも受け答えする余裕なくって。どう、再会のチューでもしとく？別に泣き叫んでなんかないよ。ランドセルたまにはやるじゃん。ねえおまわりさん、お願い、ここ通して。さっきのお兄さんよりおまわりさんの方が優しいでしょ。だからダメだって、手錠先輩に怒られるから。ったくなんだよ、いつまでやってんだ。てっきり通れんのかと思って待ってたぜ。おい、そこのセクシーな姉ちゃん、変な期待させんじゃねえよ。俺後ろでずっと待ってたんだぞ。はいはい、仕方がないわね、諦めますよ。はっ、ごめんなさい、私のせいであなたの時間を奪ってしまったね。別にいいよ、俺が勝手に通れるかもって期待してただけだから。その、もしよかったらお詫びに後日どこかご飯でも行かない？私おごらせてもらうから。まあ別に俺は構わねえけど、その代わり次は交通規制のないところにしてくれよ。はあ、恋に交通規制はないってか。何言うとんねん。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。